チャオ、あっちゃんです。今日は、お刺身用の針かかったんで、さばきたいと思います。ガンガンいきます。めんどくさいね。ハサミも使っていきます。まず針を洗いましょう。ハリイカはまずね、こうやってこうをね抜きます。こう抜くのにね、このね上のこうを破るとね、ここからギュッと押すと、あー抜け、こうやってどっちでもハリイカのこうを尖ってるからブチョッと出んねんけど、硬いな。まあ、こうね、取ります。尖ってるからさ、取れた。取ります。で、ここのところに切れ目を入れると、これでも足と内臓取れんの、はい、で、おっと、やばいやばい、炭袋破れちゃった。破りたくないね。じゃあ取ります。肝と炭袋で取ってきます。イカはね、全部食べられるんで、あ、ここも炭袋も破れちゃう。強引に引っ張ったから、一番大切な炭を破っちゃったわ。洗うわ。取れないよね、炭を取っちゃうと。何をするのかって、これをね、まあ、ちょっと拭き取りましょう。拭き取って、血も拭き取って、次お刺身に切り取ったやつね、明日またね使います。皮もね、
はいはい。ペーパーでスパッと見えると思うんだけど、皮があるとね、硬くてね、お刺身にするには。あ、ちょぼってついてそこも硬いから取ります。しいな。ちょっと皮が残ってるよね。でもこれでいい。薄皮あってもいいんやけどね。そんなに肌触り変わらんねんけど。置いておきます。はい、イカをね、イカそうめんだけどカメラ回す忘れてました。おかそうめんです。うまね、イカのこのね、ゲッソをね、ちょっとね、さばいとかなんかねんけど、ゲッソを明日使います。だからね、ゲッソはね、ちょっとまあまあ、大きいゲッソなんでね、イカの大きなくちばしですね。くちばしの中のこの硬いのを取ったら、これは食べられます。目玉は取ります。目玉取ってきますね。イカはね、食べやすいように切っといて、でも処理しといたら炒めてしまうからね。
ね、処理 OK です。はい、イカはほとんど食べられます。でラップして冷蔵庫に入れておきます。これとね、入れておきましょう。冷蔵庫入れておきます。